さあ、海外遠征から戻ってまいりました。日本代表です。いや、違います。違うっつの。ありがとう、おめでとうございます。本当によかったです。あどこで見てました。大きな声じゃないけど、ベルリンのですね。インファのイベント、イファっていうのイベントがあるんですけど、そこの。ソニーブースの中で、なんと私はスマートフォンの中でテキスト速報を一生懸命見てました。プレスカンファレンスやってるのに、僕一生懸命見てて。 浅野ゴールするじゃってやってんだけど舞台ではちゃんとプレゼンテーションやってるみたいでそっちのゲーム見てましたからでも最初はいろいろねちょっとスタートつまずいたりしたんですけど頑張ったと思うし、うん、で堀先生はドイツにいたし、うん、あとはあと確かどこだっけどっか KDDI さんがどっかがパブリックビューイングも一部やってたらし,た、うん、らしいので、うん、だからまあそういう意味で言うと非常にこう通信会社も最近絡んできて、ね、ぜひこれからもそういう形で k d d アさんにはねぜひサッカーを支えていただきたいし。 まあ、といえばドコモは J リーグと提携してますから、うん、そっちも頑張っていただいてちなみになんとか話したことありますけど吉沢社長、うん、ドコモの、はいね、あの人はサッカー関西大好きなので。 でも社長さんがそうでいらっしゃるとますます盛り上がりますよ。なのでこれからは携帯電話がそれで日本のサッカーから盛り上げていきたいと思いますので。近い近い。若い世代ねュースとかジュニアの世代もぜひ頑張っていただいてす。で堀先生はドイツ行ってニューヨーク行って。ニューヨーク行ってドイツ行って。でスタジオに帰ってきた。はい。また行く予定また行く予定ですけどね。はいそんな感じまあでも収録のためには戻ってきてくださいね。はいちゃんと戻ります。はいお願いします。 ーリン高いけの携帯しようぜ 今回ご紹介する端末は NTT ドコモ D タブコンパクト D01J まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 216mm 幅 124mm 厚さ 7.3mm 重さ 325g8.4 インチ WQXGA 液晶 1600×2560 ドット Android6.0 搭載 CPU ハイシリコンキリン950215 1.3GHz クで1 0と1 8 g h z のオクタクは内蔵メモリー o m 16GB a m 3GBSIM はナノシムバッテリー 4980mAh オートフォーカス対応アウトカメラ800万画素インカメラは800万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっておりますさて皆さんお待たせしました久しぶりのタブレットの登場ですドコモから最新の D タブをご紹介 紹介します価格デザイン機能それぞれ注目してください携帯ピックアップです今回はこちらの端末でーす NTT ドコモ DTAB コンパクト D01J ということで珍しくタブレットにやってみましょうというこ片手で持てるそうなんですよ何でしょうこれ ね、<手>私の手で持て,持てるのは当然なんだけど、ユウ、はい、ちゃんでも全然楽勝で持てるこのサイズ感みたいな、はいはい。えっとカラーが実は二色展開です。はい、こちらがゴールド、こちらがシルバーという二色展開になっています。はい、D タブーっていうのはまあドコモが、えー、各そのメーカーさんとかに作ってもらって、えー、出してくるまあタブレットのシリーズなんですが、まあ言うまでもなくこれ実は何のことはないあのファーウェイさんの、うんえー、メディアパッド。 M3 つったかなをベースにして作ったモデルなんですけれども8インチの1500円8.4なんですけどもディスプレイ搭載したコンパクトシリーズのタコンパクトの方のシリーズですけれども今日はこちらをご紹介したいと思います2017年の夏モデルですねそうですね5月ぐらいにも発売になってますけれどもタブレットお久しぶりですけどもはい タブレットは最近いかがでしょう。最近どうでしょう。どうですか、ね。夏モデルで一台出るか。そうですね。だからどこもエヌ、うん、ソフトバンクともに大体一シーズンに一台ぐらいは出していて、ねはい、毎日は一年一台ってこともあるんですけども、うん、まあそれぐらいのペースで出していて。 でまあ、スマートフォンみたいにもその何,何モデルもなしてそれがバンバン売れるみたいなものではないんですけど、うん、ただやっぱり堅調な売れ行きではあるとこれを1台目ってことはまずないのでない、ね、基本的にはのこうのスマートフォンを持ってる人がじゃあもう1台みたいな形でいわゆる2台目重要なので、まあ、そういう意味では買う人はちょっと限られてるんですが、うん、ただまあ前もあの料金プランの話とかでも以前にもご紹介しましたけど。はい ドコモの場合は2台目が非常に持ちやすいコストがあまりかからないといわゆるシェアパックで持てますから、はい、まあそういう意味で言うと非常に購入しやすい端末という位置づけになると思います、うん、はい、はい、でまあちょっと今外観とかも順番に切ていきますけど今由紀、まあ、ちゃんが言ってくれたように、まあ、こんな感じのねデザインで片手で持てるよ片手で持てるサイズで背面はまあまあこんなメタルの仕上げちょっとここだけに、ね、こう二色の展開になってますけどでまあ、えー、少しこ,この向きは分かるかな 少ししラウンドしてる感じですねあとこの周囲ですねこういうところはまああのいわゆるダイヤモンドカットって言いますけども、うん、このようにきれいに仕上げてあったりして非常にこう美しい、うん。なんかこうこのサイズ感は、うん、あれですよねホーリン先生の,の iPad のミニ、はいはい、と似たような感じの位置づけなのかしら。はい これ,これは僕の普段今使ってる iPad ですけども、はい、こんな感じのサイズ感の差です、はい、だあんま変わらないんですよ、えー、実は D タブコンパクトの方が少し幅が狭くてスリムスリム、はい、でその代わり縦が少し長いと長い長い厚みは大体1ら、えっとまあ、い,い1、mm、しか差ないのでもほぼほぼ誤差です、はい、重量は D タブが325なので、まあ、iPad ミニ4の方が2 0ムぐらい軽いんですけどええー ですけど、はい、20g なんで、はいまあ、本当にちょっとビビひたしる量で大体、うん、みんなこうやってね、うん、こうカバーをつけてこうやって持ちますから。はい まあそう,いう意味で言うとまあこれもキッカバーつけるんでまあカバー次第かなっいうまあこの辺の重量の差はね50グラム違うとだいぶ違うけど2,30、はい、はまあ大してあれかなっていう感じはしますけど、はい、まあそんな感じの差になります、うん、重さ全然気になりません。はい、専用の一応カバーもオプションでドコモさんも扱っていらっしゃるんで、それ見てそれ買っていただければそんなに、えー、普通に使えるかなと思います。はい、でディスプレイが8.4インチの、はいうん、WQXGA1600×2560 ドットなんですけど前のあの D タブコンパクトの D ゼ 02h 去年ででしたですねあれは8インチなんであれよりディスプレイ一割大きいですけど、うんね、感想度もちょっと高くなってます。で、うん、面白いのはあのディスプレイって結構大きくなるといろいろ気になることが多いので、うんえー、実はこれはあの設定画面の中の、えっと、画面のメニューの中にですね実は明るさとか色温度それからカラーモードなんかをカスタマイズできるメニューが用意されてます。うん、さらにに番下にこの 視力保護モードっていうのも用意されてるんで、まあ、これを使ったこういう設定も用意できていると。視力保護モードのところにブルーライトをカットして目の疲れを軽減って書いてあるはいそうですこれどんだけ効果んでしょうねねあのねこれいろいろ意見があります、はい、で今ちょっとちなみにブルーライトカットオンにしてみますけどこれちょっと皆さんにお見せすると分かるんですけどじゃ、うんちょっとさすがにねこのカメラ越しだったら割にいくんですけど <laughs> どっちも白いんでただ ゆきちゃんからゆきちゃんの感想を言ってみうと分かると思うんですけどこっちらの方が若干黄色い黄色いでこっちはすごい青い白、うん蛍光灯を見てる感じでしょこっちこっちでこれで見ると、うん、これで比べると分かるんですけどやっぱり夜とか特に思うかもねそうで実はタブレットって電子書籍とかコミック読んだりとかあと新聞をタブレットで読む人が結構多いんですけど、まあ、そういうのを、ね 長時間この白画面黒テキストを見ることが多いので、そうするとやっぱり目が疲れるので、うんうん、そういうとこういうその視力保護,力保護モード、にしておくと便利で、うんうん、逆にあの実は僕は実は iPad でも視力保護モード夜だけオンにするようにしてるんですが、はいはい、普段それで見てるじゃないですかうん、うん、ね。でたまに他の例えばうちの奥さんが持ってる iPad とかをパッと見やつとす,るとすんげえ青いんでこう目がこうあ<ー>もうちょ,ちょっとこれ消して消してみたいな感じに思えるぐらい。 やっぱり差があるので、ね、普段の青い画面で見てても見えないわけではないし別に何もないけど実際視力訪問モードを使ってみるとあこんなにストレスかかったのかって思うことがありますなるほどだからそれはただまあ人によって実は目ってよく言うんですけどあののなんう目,目のそのなんつの黒目のその色が違ったりとか、うんはい、あの何 どうしても外出たらサングラスかけないといけない,ない目,目弱い人とかもいるんで個人差がありますからだから試しに1回やってみていやいややこれは黄色いから嫌だわって思う人はやめりゃいいしあのこれはいいかもと思って使い続けてもらえればいいという感じだと思ってもらうと思いますそれからあとそうですね映像という話でいうとやっぱスピーカーコンテンツを見るためにこのスピーカーがちゃんとしていて実はここ、上側それから同じようにして実はお尻がここ。 にあります、うん、こううした時に、うん、両方だそなでなおかつこれは後ろ側にちょっと一応ローは入ってるんですけどハーマンカードっていうまあこれいわゆるオーディオのブランドですけどもこ、うん、このメーカーさんと一応まあ一緒に組んでステレオのそのスピーカーをチューニングしてるそうなんで<ー>だからどこもとしてみれば d t b とかその D アニメスターとかいろいろ映像コンテンツ系やってますんでそれをじゃあここで。 見てください、うん、もちろんあのダゾーンとかでも全然 OK なんですうん、うん、サッカーの中継車こうやって見ますとかでも OK なんですけど、うん、そういう形で見ていただくといいのかなっていうことで、うん、このステレオのスピーカーがついていると、うん、それからあと下っ側はここですね<う>指紋センサーが実はついてますね<え>今画面消えてますと、うん、チャットッすると一応開いてこないです。 はい。という感じでございますんで d t o シリーズとしては初めてなんですが指紋センサーがついてるんでこれはまあ簡単にロックが過剰できて非常に便利と。うんえっと、f i d ドっていってファストアイデンティティオンラインっていう企画があるんですが、うん、入れてしまうとこれ生体認証を使って、えっとまあ、いろんなログインとかに使えますという企画が一応統一されているものがあるんでそれにもう最初から準拠をしてますんで。対応の えー、いろんなサービスで出てくればそれはもうこの指紋センサーでタッチすればログオンとか、うん、タッチすればなんかロック解除とか、えー、サービスに入るとかいろんなことができるようになりますねこれはまあそういう意味で言うとまあ安心して、うん、独自比較でやってるわけではないので、うん、安心して使えます、うん、ということですね。からあとまあ実はあんまり知られてないんですけどこの実はあのナビゲーションキーの操作も実はできたりするんでこんな感じでほら今履歴キーと同じ役割をしたりとか、うん、押すとこんな感じで。 ホーームキとと同じ役割をしたりとかもちろんこの下の行にあるんだけど指紋センサーだけでも結構いろんな操作ができるのでこ,るん、ね、この操作もぜひ覚えていただけるといいかなともう一つこれは実はゆきちゃん的にはあれかな実は嬉しい機能かもしれないですけども今フォルダだけ。 開いてますが。マイクロソフトのオフィス、ワードエクセルパワーポイント、それからワンドライブ。すごいじゃん。入ってます。で、これしかも、これビューアーじゃなくて。 ちゃんとあの編集できるバージョンが入ってますんで Bluetooth のキーボードとかつないで頂い,いて欲欲しい欲しいいこれでワードでじゃあユキちゃんレポート書いてくださいみたいなこともできますエクセルの計算もできますでできるできる。というとこなので、うん、Windows のタブレットもありだと思いますが、うん、いやもっとライトに持ちたいですよとか要するに通信回線付きで持ちたいですっていう人だったらこれはありかなと。うん、ワンドライブがあれば、まあ、一応編集したファイルは全部そこに保存することができますから、まあ、そういうでいうとまあ安心して。うんあの オンラインのストレージに保存ができましてあ、うん、りますと、はい。そしてさらに気になるところとしたら、はい。何？えもちろん防水ですよね。残念ながら。嘘でしょ？<laughs> まあ、お風呂入れないの。お風呂入りです。お風呂入りたい人は、うん、あのアローズタブです、ね。そっち去年のアローズタブの F04H あたりが防水防塵対応なのでそっちへ行ってください。 実は意外に、まあ、これだけ世の中的に言うともうだいぶね、まあ、去年 iPhone が防水になって以来もうなんか世の中みんな防水になってたんですけど意外にファーウェイさんって昔防水やったことあるのにそれ以降、実はあんまりやらないんですよ。なんで,、えー、でだろうねわかんないですけど、まあ、ちなみにだから今言うとシムフリーで売れ筋の P10 とかも実は防水じゃないの、ね、で。っていうのもあって実は D タブーコンパクトなんだけど実は防水ではないと。 いうところで、で実は防水八インチクラスの防水のタブレットって。すごい少ないんですよ。キュアタブ八インチとか。うん、あと、シムフリーであるのは、あと N、うん、N. E. C. の。 ラビータブに確か一機種あるんですよ。そうすごい少ないですよ。だから八インチはどっちかすると普段持ちスマホと一緒にもうた台タブレット持ち歩きますっていう重要なので普段は基本的にカバンの中に入ってるんですよ。逆に十インチはお家の中で使う可能性があるからかか、うん、だから、まあ、防水がまあ防水もついてるみたいな感じなので、ちょっとそこは確かに。もちろん将来的に防水がついてくれれば嬉しいと思うんですが現状ではちょっと。なるほど。はい、そしてこのままこれあのすごい楽なんで。ここ もしもし。そう、できません。できないんですか、これ。もしもし。ああ、これデータ通信契約なので。データ通信契約なので、これは。ちなみに、あの、シムはイーシムっていうのが入ってます。ここ下に、こう、普通の、まあ。こう、だっけ、シムスロットがあるんですけど、だから、イーシムっていうのが入ってます。まあ、イーシムだって、別に普通のシムなんですけど。要するに、どこもオンラインショップで買うと、もう、この状態で送られてきます。他の場合は、ほら、一応、何 シムカードの袋と本体と送られてくるんじゃないですかうそうじゃなくて入った状態で送られてきますで自分であのオンラインサインアップみたいなことをするとここに自分で電話番号が発行されて、うん、で登録ができるという格好なのもちろんお店で買う時はあのお店のお姉さんに受け継ぎしてもらうんですけど、うんはい、そういう意味ではどこもオンラインショップで買うのは結構ありなのかなっていう感じがしますで、えー、一応これは音声の、えー、とこれはできないんですが、うん、通話はできないんですけど、うん、ちょっとね裏技があって実はメッセンジャーアプリとかの 通話はできます。あ、そうなんだ。そっちはできるんだ。はい、一応電話だよ。本当だ。本当だ。本当だ。こんな感じで電話がかってきました。はい。で、応答します。ま。そうじゃないって。ここで喋んなきゃスピーカー。ということですね。本当だ。電話しましたけど。はい。できた。できた。これはできた。はい。 今これちなみに何をやったかというとこれの中に実は今「050+」っていうエンティティコミュニケーションズの IP 電話がありますこのアプリ入れてます入れてみましたこれ僕が使ってるやつを入れてみましたで動きますと僕は普通に今スマートフォンから電話したんですけどこういう形で電話はできますということなので要するにここにイヤホンマイクをつないでくださいもしくは Bluetooth のヘッドセットをつないでくださいそうしないとここから全部スピーカー音で聞こえるんであの。 それは困るのでだからまあ周りにね聞こえちゃったりするんで、うん、だからそういう意味で言うとイヤホンマイクをここはつなげば通話はできる通話できるただし使えるのはそういう IP 電話とか、はいうん、電話ではなくてメッセンジャーサービスの、えーまあ、通話サービスを使うことができますのでなんだろう最近その、ね、メッセンジャーアプリで必要な時だけ音声で通話するみたいな人もいるしあのビデオ会議とかする人もいるんで、まあ、これを持つんだったらイヤホンマイクを1個持っておいて。 まあ、それで電話を受けられるようにするってても、ありだと思いますで、うん。で、ね、そういう使い方をしていただければと思います。はいはい、そして、まあ、あの、ゆきちゃんが気になるところと言えば、うん。値段、ここずっと、私、ここばっか見てる <laughs> 気になるお値段です。本当の値段は、四万五千三百六十円。で、ここで、うわ、そっか。ミニ、コンパクト出たけど、四万かって、私ずっと、話聞けから、今見てて。うんうん、かっこ。かっこ、そうなんです。実は、どこもオンラインショップで買うと、はい、端末購入サポート。 以上 1>, 1年間利用の、えー、条件がつきますが、はい、マイナス3万 4, 円引いてくれます、うん、ですんで差し引きするとまあ 1, 万1万円ちょっとぐらいになります、ねうん、さらに、うん、月々サポートが1350円かけ ×24 回んでする最終的には差し引きすると実質ゼ円になりますドコモの回線を持ってる人ゆきちゃんとかもう僕とかもそうだし、まあ、うちのスタッフもみんな持ってる人何人かいるんですがの人たちは タブレット欲しいなと思ったらもう今年はもうこの d タブを買っていただくと、うん、実質0円で一応1年間使うその後もう1年間は月々サポートでマイナスって格好になるけれども最終的には差し引きすると一応0円でプラス1回線のお値段はもともとシェアパックを使ってる人はスマホとこのデータ通信料は、うんうん シェアできますからうん、うん、こっち側で例えばギ、まあ、20ギガでもいいですよね契約書ではまあ困ることはないですよねっていうということなのでプラス1で持つんだったらこれはもう絶対お得。そっていう感じだと思います,ですのでうん、うん、だからまあ本当の値段はその4の5万五千円360円なんだけどうん、うん、そういう今売り方をしているのでうん、うん、端末購入サポートをうまく使っていただけると 非常に安く買えていいのかなということでございます。はい、どこもオンラインショップね。そうです、はい。そして機能チェックです。はい。これはあの機能チェックあの Wi-Fi は WPS 対応です。でえっと音節はさっき言ったように機能はありませんので、はい、さっき言ったゼロ五ゼロプラスとかそっち側はそっちのアプリの方で着信の拒否とかはありますから、うん、あとね LINE もあるやるんだったらまあ。 お友達から外すとかそういうことすれば供はできますね <laughs> そんなことじゃないか <laughs> っていうところだと思います、はい、で,すでまあ非常にそういう意味で言うと、えー、タブレットとしては非常に買いやすい特にドー務のユーザーにとっては非常にお買い得のタイミングではあるので0円実質0円状態ですのでこれはあの大変なことだと思いますのでタブレット入門としてはそういう意味で言うと非常にね。いいよ 質感は非常に僕ねこれはあのよくできてるとてる、はい、本当によくできてると思います感染者さぜひ試していただけるといいのかなと思いますはいそしてズバリいいところ悪いところですズバリいいところ悪いところです、はい、ではいいところからいきましょう、はい、じゃんいいところです じゃん、えー。お手頃価格、そして軽量コンパクトで持ちやすいオフィスも使えるということで、価格は今私がびっくりしたところで、うんはい、実質ゼロ円いけるよ、はい、っていうところですね。はいはい、はい。ですので、はい、そんな感じです。はい。あとはまあおね、うん、まあお値段もそうなんだけどもまあ持ちやすい、うん、片手で持てるよ。はい、うん。まあこれぐらいだったら。はい でしょうまあゆきちゃんとかはハンドバッグでしょうから、うんまあ、そういうバッグとかに入れていただいて持っていた、まあ、女性の方なんかには結構いいのかなと、うんまあ、漫画読んだりとか電子、うん、書籍読んだりとか場合によっちゃは動画も見たりできるんで、まあ、これは非常にいいのかなというところだと思います、はい、で、あと、まあ、オフィスが使えるっていうのはこれ、ねね、だからあの確かにあの Android なんで Google アカウントがあれば Google ドライブに 保存すれば一応まあ,あのそこで互換アプリは動くんだけども、うん、まあ本物のオフィスが使えるってのは結構大きいので,、うん、であとまあワンドライブが使えるので、うん、まあパソコンと連携してパソコンで保存しておいて、うん、じゃあ外資先ではこっち側でワンドライブからファイルを開いて編集してみたいなのができるので、まあ、そういう意味で言うとそこも環境は整ってもちろん普段でもアプリを入れればいいんだけども、うん、最初から入っているいうと手間が少ないので、うん、そこは非常にいいポイントだと思いました。 では悪いところです。じゃん、えー。ロム16ギガは少ない。お、防水対応ではない。ドコモライブ UX 以外の選択肢と書いてあります。はい。これ16なんだ。そうなんです。しかないのか。そうなんです。マイクロ SD をできるだけ大きいものを持ってきて、そっち側に入れなさいよっていうことになると思います。うんうん、いろいろ考え方があって、うん、だから例えば。 まあ難しいんですけど僕はまあ全然プラットフォームは違うんで一概に比較できないんですが僕は今持ってるこのさっき言ったこのアイ iPad ド、ね、Mini ねこ,、うん、これは出張とかにいつも持ってってるんです常に持ってる例えば出張行った時とかに飛行機の中とかで、まあ、例えばよくやるのは国際線の時は朝朝でも昼でも夜でもそうなんですけど新聞日経の新聞アプリとかで新聞ダウンロードしてがら、うんうんうん で眠くなっったたるるるみたいななことができるし、うん、で一応音楽も入ってる、うん、なのでやっぱりぐらいいなところがよ、ね、ところがお家で使いますとか大してあれこれ作業しませんと主に見るのはホームページとフェイスブックとか、えー、インスタとか、うん、まあ人によっては LINE とかもあるかもしれないけど、うん、そういうの見るぐらいですという人にとっては実は iPad は32でも全然十分です。で、うん、考えれば16でも足りるしプラスアルファマイクロ s d まあ64ぐらい入れれば、まあ、そんなに困ることはないだろうしそこに音楽入れてもいいだろうしそんなには困らないんだろうけどもただアプリをバン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 ゲームとかもガンガン入れてももうこれでみんなやりますみたいなことになってくるとちょっとしんどいかしらとあともう一つはタブレットはこれ今日はあんまりご紹介しなくちたけどあんまりカメラの性能がすごいいいわけではないので。だと しよとスマホの方がすごい、ねうん、カメラがありますけど、うん、こっちはまあ普通なので、うんはい、まずねタブレットはあんまり写真撮らないなるほど。だからそこは容量は圧迫しないので、うん、10億でもいいかなっていうところもあるんだけど、うん、ただちょっとやっぱり心もたないかなっていう気がするんでないかなまあできれば32欲しかったかないう、ねね、気がするんで、まあ、その分はその予算は結局何マイクロシティにさせてください。うんはい いうところでございます。価格もね。そうですね。はい、そうなんです。そこが反映されてるから、まあ我慢しなきゃならないところも出てきて。まあでもプラスすればいいわけだから。どうにかなる解決策があると。はい、ということで。防水対応は私も同感。はい、まあちょっとね、次期モデルにお願いします。あともう一つは、えっと、どうもライブ UX ス以外の選択肢。どういう意味ですか。じあのね、要するにホームアプリはドコモライブ UX しかないんですよ。自分でダウンロードしてきて、あの、入れるしかないんですよ。 それがちょっとどうなのっていうところはあってーホームアプリで言うとまあこうちょっとグーグルでパッとホームアプリ検索するとこんな感じでいくつか出てくるんで、うん、まあこういうの中から自分で落としてきて入れるしかないんで、まあ、それで切り替えて動かすしかないんでそこはちょっとそうするとまたさ16ギガさんさ無駄遣いしたくないよねよく分かってます、ね、<laughs> そ,こでそこでうなんですよって。ななっちゃうううよねそうなんですですも <laughs> 言うほど前 アプリでそんなね、例えば Google さんの Google ホームとかっていうホームアプリありますけどこんなので何ギガも使うわけではないのであっても何十メガとかそんなもんなんでただ知れてますからまあでも無駄遣いだよ大事に使いあと長く使うこと考えるともうちょっと余裕欲しかったのでもマイクロ SD は用意しようねいととりあえずどこもオンラインショップが割と買いやすいんで興味のある人はそこでそのページをチェックしていだけるといいかなと思いました。はい 行ってきましたです。8月は世界遠征 <laughs> <laughs> 遠征忙しかったんですけど、はい、まずその中の一つです。はい、ニューヨークはいはいはいえっ、ー、と8月の23日にアメリカのニューヨークで行われた、えー、サムスン <laughs> アンパック2017に行ってきました。ギャラクシーノート8が えー、グローバルで発表になったのでそれの発表会を見てきましたというお話です。ねえ、はい、本当にあのギャラクシーノートさん、はい、いろいろあったので、大変なところ乗り越え、エイト、はい、来たと、はい、いう感じですか。はい、はい、そうですノートといえば、去年ね、ノート7で、まあ、バッテリーの不具合があって、まあ、発火トラブルが結構発生して。 飛行機にに持ち込むななななとととかか宅配便送るいいろろ大変騒ぎりましたスマートフォンに関連するトラブルでいうともう断トツのあれでまあサムスンも業績に影響が出たりとかするぐらいだったんですけれども国内でも販売はされなかった販売されない割にはずいぶん新聞社はもうんか鬼のくみ取ったようにいろいろ騒いでましたけど日本で持ってる人ほとんどいないんだからってそんなに騒がなくていいのにっかこ一生懸命報道されましたがそういう形であったのがノート7ということになりますたども今回はその次のモデル いね、はいでもあのノート7は販売されなかったんですけど、うん、本当は販売される予定はあったんですか <laughs> ぶっちゃけはいぶっちゃけありました、はい、あったんですね、はい、ドコモと AU が、うんえー、発売する準備をずっと進めていて、うん、現物を見たわけでも裏を取ったわけではないんだけどもどうもカタログとかも含めてもう全部用意はできてたそうです、うん でそれが8月、まあ、去年だからちょうど8月の終わりぐらいの段階で9月入ってからかな9月入って直後ぐらいにそのバッテリーおかしいぞみたいな話になってで徐々にいろいろ情報を集めていくとどうも発売よりダメらしいで結局グローバル世界で全部でリコールになっても販売停止になったので<ー>じゃあまあもうこれは扱えませんねっていうことで、まあ、どこも言うもしょうがないからそのいろんな用意したものは全部、えー、作り直しっていう格好で販売はしなかったと。 いう結論なんでですよ、ね、1>, <は>1年経ってんです。サムスンさんも、うん、もう力入ってるんですあもうすでに実は S8 由紀ちゃんも使った S8 プラス、ねうん、これがもう今年のグローバルでは3月に発表になって日本でももう、えー、5月から発売になってますけれども、まあ、こっちがでに先に出ているので、うん、それがでしかも売れ行きは非常に好調ですから、はいえー、まあ あのそういう意味で言うと今回のニューヨークはまあそういう意味でいうとまあエでうまくいったからじゃあ次はノートで頑張りましょうみたいな感じなので、まあ、かなり気合は入ってたという感じですかね。まあ発,売の発表のイベントに関しては、うん、アメリカのニューヨークにあるパークアベニュー・アーモイというですねうん、うん、まあシアターというかなそういうみたいなところであったんですけどもでそこで発表会が行われました。ななかかか発表会の映像を見ていただくと分かるんですけど 超派手で、ステージがこう斜めつうかこうこういう箱まあ皆さんがから見るとこういう箱型斜め箱型のデザイン、しかも床がこう全部四角が全部これもスクリーンって言うんですね。すごい。三面スクリーンなんですよ。わお。あるシーンあるシーンとかはなんか説明する人がステージの真ん中になってんだけど下は海みたいになってるわけですね。<laughs> 超派手なあの発表でなかなか見応えがあったんですけども、うんはい、一応なんかメディア関係者は世界中から2,000人ぐらいが参加をしてこのほかにもキャリアとかいろんな関係各社の方々がまあ参加をした イベントということで、まあ一応なんかノートシリーズとしては過去最大規模でおやりになったそうです。はい。で、じゃあ物はどうなのよって話したんですが、はい、もうすでにあの掲載の方にはファーストインプレッションも掲載しましたが、うん、今回まあ、えー、基本的にはギャラクシーノートはギャラクシー Note ー7、S8 と S8 Plus ノートは基本的にこう流れができている同じ共通のデザイン今回は6.3インチのディスプレイなんですが Galaxy S8 プラスと同じように縦長の18.5対92960ドット ×1440 ドットのいわゆる UKL ディスプレイスーパーモレットという言い方を申しますけれどもこれが載ってますそんなでかくて6.3ってどんだけでかいんだよって話なんですけどまあ今 S8 プラスを由紀ちゃんが使ってるか分かると思いますが実は幅が狭いという S8 プラスは実は6.2インチなんで今回の、えー ノー0.1インチ大きいんだけど幅はもうあまり大きく変わらなくて実は 74.8mm なんで結構そこそこ幅は狭いとちなみにえっとそうですね比較で言うと S8 プラスは6.2インチで7 3 4 m m i p h o n e 7プラス s が5.5インチで 77.9mm なんでそう見ると i p h o n e 7プラスより狭いんだ。 日本製 p プラスはだって画面5.5の割にだいぶそう比率が違うからね16対9なのでそこが違うのでしょうがないんだけどもっていう違いもあったりして思ったほど6.3という割にはそんなにでかいって感じはない縦に長いという感じだと思います。じゃあ縦に長いディスプレイ何に使うのって話なんですけどマルチウィンドウこれはアンドロイド7以降で出てますけども上下で。 まあ、左右でもいいんですけども違うアプリを表示したりすることができるんですがこれはもともとあのように標準で載ってる機能ですがこれをより使いやすくするために、えー、実は複数のアプリをアプリのメニュー、うん、アップスウェッジっていうあの横からピョッと出てくるメニューがありますけどうん、うん、あそこに例えば地図とカレンダーとかメールとカレンダーとかうん、うん、マップと何とかみたいなうん、うん、ブラウザみたいな感じであらかじめよく使うやつを2つ登録しておくる、うん、それをタップすれば自動的に画面上下に。なるわけだ。 地図と例えばカレンダーみたいな感じの表示ができますと、うん、あとそれから当然これも IP68 で防水対応ですのでまあ去年この辺はスペックは S8 と同じだと思っていただいていいです、うん、去年のノートについて S ペンも防水なので、うんうん、なんと水の中でもかけるという、うんうん、すごい S ペン <laughs>、えー、も防水なんだカラーはえっとメープルゴールドミッドナイトブラック ディープシーブルー、オーキットグレート、4<ー>色展開。はい、4色あります。で今回はなんとカメラがですね、うん、背面側のカメラがえっとデュアルカメラです。何これ、はい、デュアルカメラになってます。何かっつうと片方は標準、もう片方は望遠っていう形になってます。へ<ー>はい で標準と望遠でまあ取り比べてみると,、まあだ,まあ、ちょっとだいぶ違います2倍ズーム、まあ、高額2倍ズームぐらいだと思っていただいてこれにデジタル組み合わせれば10倍ズームぐらいのことはできますす,、ね、すごいじゃんです。で、えー、ちなみに動画画とも、えー、手ぶれ補正対応面白いのはまあライブフォーカスで当然2つカメラがありますからうん、うん、ファーウェイの,の P10 みたいに、まあ、2つのカメラを使って資産を使って被写体である由紀ちゃんはくっきりピンがあってんだけど後ろ側はぼかしますみたいなことはいわゆるできます。 取るるるににもも使えるし取った後にも調整ができる、うん、それから S ペン <S,、うん、<S, S ペンはあの手書き入力、うん、でこれはあの日本は実はノート H ノート4の世代からも出てないんですけども、はい、3年間出てないんですが、うん、この時とはえらい違いで筆圧要するにどれぐらいの強さで押しているかっていうのはこれは4096段階。うん だからペン先はミリ、うん、スキャンする速度も360ヘルということで、まあ、かなりあのペンの入力するデバイスとしては、うん、もちろんこうサーフェスとかもそうなんですけ、ね、ど、うん、いろんな IT 機器がありますが多分世界最高峰レベルの一般の人が使うレベルではですけどねあのコンシューマーレベルではもう世界最高峰レベルの、えーまあ、出来になっているのかなと手書きのいろいろいろなネタもあるんですけど、はい、ちょっと割とありがちな話で言うと、はい、あの要するに こうホームページとかで見てて英語のホームページでこれなんだろうと思うとこうピッとこうかざすと前はその単語の変換の翻訳が出たんで今回はそのブロックごとこう変換できるんで英語のニュースとこうワンブロック分いきなりボンと全部変換できたりするんでそう,そういうのもあったりするんでまあ結構いろいろこう。 機能が増えています。そ,ね、それから、そうですね。えっと、あとなだっけ。手書きのメッセージが送れます。これが意外に面白くて。えーうん、手書きで、ペンでこうメッセージをここで書きます。うん、例えば。まあ、実際に向こうでハッピーバースデーって書いたんですけど、うん、まあ、誕生日おめでとうとか書くじゃないですか。うんうん、書いて、それを、例えば。えっと、メッセンジャー、フェイスブックメッセンジャーとか、うん、あるいは LINE とか。うん ああいうもで送ることができます<ー>相手は別にギャラクシーじゃなくていいです自負アニメって言って、うん、自負動く自負ってあるじゃないですかうん、うん、スタンプとかにも使いますけど、はい、あの自負アニメに変換してそれを送ることができるので、はい、お遊びがたくさんできるので <S, S ペンかなりやりますね <S, S ペンはかなり遊べるようなありますねこの人はそれからあと何パソコンを持ってやる 持って歩かなきゃいけないかもしれないけど、私は持って歩きたくないと思ってる。ゆきちゃん、はい、長物長年ずっとそうなんですよ。この人ずっとそうなんですけど、結局そう,そうでそう何かつうと。実は今度サムスンデックスっていう。あのこの Galaxy エッセイートにもあった。機能で日本では発売されてないんですが、えっと要するにドッキングステーションみたいなのがあります。うんうん、このドッキングステーションにノート8を乗っけていただくと。うん、まあ言ってしまうとディスプレイにこうまあ、そのえっとドッキングステーションから。 ディスプレイに HDMI ケーブルでつなぐとモニターの画面に専用のその Windows みたいな画面が表示されます。うん、でさ,さらにキーボードとマウス、Bluetooth とかでつないでもらえばそこでパソコンと同じような操作ができてしまう。っていうのがあります。ここれれででで日日本本売売ってない今日本で売っててなないい今んですけどこれはもうあの、はい とにかく売ってほしいとサムスの方にも強くお願いしておいたんで、うんえー、きっと出てくるんではないのかなと勝手に予測はしてますが出てこなかったらみんな,みんなで輸入して使いましょうみたいないなんですが <laughs> でそうやって今い方買うかとってあとビデオ会議に使ったりとか、うん、普,通に普通のスマートフォンでビデオ会議でこうやってこのサイズで見るけどもそうじゃなくて画面に映せるんでなるほどね、うん、それこそあれですよここのここで僕が海外行ってる時にゆきちゃんはここで番組をやるけど僕は。 あのビデオで参加みたいなことも、ね、全然できますみたいな話なので、はい、そういうこともできるんでこの DEX はちょっと期待しているという感じだと思います,すい、まあ、他にもいろいろ機能はあるんですが、はい、ちょっとお、まあ、ネタとしては僕はライブメッセージが結構面白いのかなっていうのと、うん、カメラが正常進化したところは良かったのかなと、まあ、DEX はちょっと期待してますみたいなところがポイントではないのかなと思いますね。はいいいろろ話を聞いてて、うん、まああのーあ 正直ギャラクシーノートセブを期待して私待ってた人じゃないですか。ああなっちゃって発売されなかった事実があって、だからそれ見てないから。エイトのなんかすげえ何これ、嘘、嘘、嘘なんだけど。どんな感じなのかが想像ができない。なるほど。その前のギャラクシーノートのイメージ。そう、エッジなんだよね。そう、そう。そこからぶっ飛んじゃってエイトみたいなイメージなの。しかもその間にもう一個入ってるからね、海外はね。 ノート5があっは、うん、だからなんかとんぼい飛んじゃってる感じがするからんどんなぐらいの大きさでどんな感じなのかが分かんない。うん、基本的にはだからサイズ的には持った感じは今のギャラクシー S8 プラスよりちょっと気持ち大きい、まあ、カバーつけたぐらいの大きさだと思ってもらうとちょうどいいかなという感じです。うんうん、であとは 機能的にはノート7の機能はほぼ正常進化なので,<ー>でやっぱりねノート4とかノート H までの時代と違ってうん、うん、ノート5からね徐々にこうノートの手書きのメニューっていうのはだいぶ整理したんですよ。うん、でノート7はすごいそれが整理ができていて、うん、まあただ残念ながら正式に発売されなかったと。うん、で今回はそれをそのまま継承しているのでアプリのメニューとかもこうペンのメニューとかもタップすると。 そのペン回りのメニューがパッと出てきたりとかそういうところの整理もされてるし例えばさっき言ったそのアプリを同時に起動するためのメニューが用意されていたりとか非常に分かりやすくなってるしあとねこれ是非もしチャンスがあったらこの実は今回の発表会のえっとムービーが YouTube にも公開されてるんでその冒頭の10分ぐらいでいいんですけども5分ぐらいでもいいかな見ていただくといいんですけどそこに実は。 えっと、ノートシリーズのユーザーの方のインタビューっていうのが出るんですよ去年の,そのノート7の発売中止リコールの話もそこには出てきてでもう僕はこれを手放したくないんでこれじゃないのをつこれ他のものは使いたくないとかあのギャラクシー S8 を見てこれは私のギャラクシーじゃないって言ったりとかって言ってるシーンが映るんですがも,、えー、もう泣けるぐらいもう皆さん一緒に行った記者の方々ともいろいろ話したいんで本当に、ね、もうこれは。 ちょっと最近のプレゼンの中では相当グッときましたね<ー>っ,てって泣けますねっていう話があったぐらい気持ちが伝わってきてやっぱりそういう意味で言うと僕は原稿で書いたその愛されるスマートフォンっていう言い方をしたんですけどもまさにそういうのがすごく伝わってきた感じがするリアルに伝わったんです、ね、いや本当に良かったと思いますだから、まあ、ぜひ今回はかなり慎重に作ってるそうなのでぜひ去年のノウハウを生かして今年はぜひ 日本の市場でも出していただきたいと思います。だって日本にでもし出たら三年ぶりか。うん、そうなんです。ノートとしては三年ぶりです。すごくないそれ。そうなんです。ね、でも出るのかしらっていうところかね。最後の最後でラストあるよねっていうところですけど、ホー先生。何がよ。今夏終わっちゃったでしょ。だから今度秋冬でしょ。で春まで引っかかってくるでしょ。どの出るかね。え？えっと八月にニューヨークで発表会なんでしょう。 ねどの流れで来ますかね。あのねもうこれも原稿に書きましたけど、あのもうすでにサムスンの日本法人のホームページにはギャラクシーノートエイトのページができてます。へえ。だから出ると思っていいです。去年要するにドコモと EU から出るはずだったともうあの誰もうんとは言わないんだけどはずだったので。リベンジだね。両方の両方の方々がきっと頑張っていろいろやってくれて。 出てくるんではなないのかなとおそらくだから秋冬冬春モデルが大体この9月10月に、まあ、9月はまあ、iPhone がありますからあれですけども10月ぐらいに順番出てきますからその中にはそらく含まれてるんじゃないのかなって気がするんで<ー>であと今サムスン一生懸命にギャラクシースタジオって言って,て全国各地であの体験イベントをすごい。 やってるじゃないですかこの前も東京もねキッテとかでやったりとかしてましたし大阪もやったしいろんなとこでやってましたけどあれもまたこの後いろいろ広がってやるみたいなのでドクモと AU からね,出,ね出てくるんではないのかなと思いますあとはもう期待は本当にそれ以外も含めて、はい、シムフリーとかも含めて出てくるのかなと<お>まあ唯一僕が気になるのは そうは言っても S A と S A とプラス買っちゃった人たちここにいるよね。ここで手放して買うかみたいな感じでちょっと悩んじゃいましたのでまあそういう感じで非常に面白い商品なんでぜひ皆さん期待してます。でも近づかえますね。もしかしたら予想ではそんなに遠くはないと思います。楽しみだな。三年ぶりですよ。そうです。あとはもうそのぜひ発表会の映像もちょっと英語ですけどもぜひ見ていただけるとちょっとなんとなくこのみんなの熱い思いが伝わってると思うのでぜひご覧ください。はい。 え久しぶりのタブレットご紹介しました、うん、どうですか実質ゼロ円16ギガそ,そこなのかよ <laughs> 私の中の過剰書きね頭の中の実質ゼロ円16ギガ防水じゃない、うん、どうしようっていう悩むよねねーんっていうとこですけど、うん、持ちやすいし、うん、あ買うならゴールドだよね私はねあそうですか、うん じゃお買い上げで前回だって1食だったからまあねそう2食で選べんだとかんかそういう意味ではすごく新鮮だったりワードも使えるしエクセもそうなんですそこも結構大きいかなっていうなんだかんだってオフィスアプリが使えないの大きいよねでお店でも一応置いてるはずなのでドコモショップとかの量販さんとかでも一応試していただいてもいいですけどもまあお手元のオンラインショップの実質であれば結構パンチあるなと思うんでぜひその辺もうまく活かしてだいてですねどっちで買うのかはそれ皆さん次第だと思いますがちょっとあの特にドコモ ユーザーの人はプラス一台持ってもそんなに大きな負担にはならないと思うのでう、ね、まあ次々うまく割引とかを使えば2000円前後ぐらいでなんとか増やせると思うので、普段ギガが足りないって言ってる人はちょっと辛いと思いますが、まああの何データ通信容量比較的あまり気味の人はこれを持ってもらうのもありかなという気がしますね。ぜひお試しいただければ、うん。コンパクトはい、はい、チェックしていただければと思います、はい。